はい、おつあい、ニックです。今回はたった2つの簡単なポイントで、言いたいことが言えない病を直してしまいましょう。<music> 英語で言いたいことが言えない一番の理由は何だかわかりますか日本語に合わせようとするからなんです。英語のシンプルな構文に沿って考えれば、実は簡単に言えちゃいます。例えば、彼は今話題になってますって何て言うでしょう話題って何だろうトピックかな イッシューかないいいろいろ考えちゃいますよね実は正解は Everyone is talking about him と言いますこの文に分からない英語はないですよねみんなが彼について話してますという意味ですね彼女はモテるって何て言うでしょうモテるという特別な単語を探しちゃいますよねモテるという日本語にこだわらずに Guys like her と言えばいいんです 彼は女性にモテるだったら girls like him と言えばいいですね。実はみんながもともと知ってる英語でいろんなことが言えちゃうんです。言えないのは日本語から訳すからなんですよね。<music> まず最初の大事な構文は英語の基礎なんですけど SVO というやつです。私が英語を学んでます。男性が 彼女を気に入ってますすとかですね何でもこの公文に沿って考えればいいんです。誰が誰のことを気に入ってるかとか誰が何について話してるかなどですね。それは就職が決まりましたって何と言うでしょう就職が決まったっていう日本語なんですけど My employment was decided なんて言いませんよ。この SV を考えてお答えください。 正解は I got a job なんです。私がジョブを手に入れましたという意味なんです。彼から電話があったは何て言うでしょう。電話するという動詞は call です。He called と言います。とっても簡単なんですよね。There was a phone call from him というよりもずっと簡単、そしてずっと自然なんです。ちなみに me をつけてもつけなくても大丈夫です。 目的表がない場合もありますよ。それは、買い物はいつも銀座ですって何て言うでしょう買い物はって聞いて、ショッピングイズって考えちゃう人は多いんですけど、それは間違いなんです。正解は、I go shopping in 銀座なんです。ここの大事なポイントは、日本語のはには要注意です。例えば、私はラーメンを食べた。 彼はラーメンを食べなかったの場合は和は主語なんですけどラーメンは食べたけど餃子は食べなかったの場合和というのは目的語を指しているんですねさらにどっちでもない場合もあります I eat ramen on Tuesdays は火曜日はラーメンを食べます火曜日はラーメンの日ですみたいな意味ですね日本語は火曜日はラーメンを食べますだけど Tuesday eats r a men じゃないんですよね。主語でも目的語でもなく、火曜日はと言ってます。例えば、夏は海に行けるねは何でしょう。Summer can go to the beach じゃないですよ。海に行くのは人なので、ここで we にしましょう。we can go to the beach in summer ですね。in summer が最後なんですね。正解を見ると、どうってことないですよね。 一番混乱させているのが日本語からスタートすることなんです他にも時制があるんですけど基本はこの4つあります普段からしていること習慣今している最中一時的なことこれまでのことは過去形これからのことは未来形ということなんですねこのように考えれば簡単なんです時制に関して日本語と英語は全然一致してないので 日本語をヒントにすすることはでできないんです例えば日本語はしているだから ING だって決めつける人は多いんですけど実はこの4つの時制とも日本語でしているを使ったりします例えば普段何してる今何してる明日何してるそして過去もあもうやってるので分かります全部しているを使ったり使わなかったりします 英語と日本語はもう一致してないんです。でも逆に言えば、自生さえ合ってれば OK なんです。日本語の細かい表現を逆に訳す必要はないから楽なんです。例えば、料理をするのはいつも私です。はんて言うでしょう。I cook と言います。日本語にこだわって、The person who always cooks is me なんて言わないですよ。いつもだから現在形ですね。 I cook が正解今料理している最中だったら I'm cooking 今夜は料理する予定 I'm going to cook そして例えば昨日料理しましたよは I cooked と言います料理するのはいつも彼ですは何て言うでしょう He cooks と言います I, you, we, they は S はなし He, she, it だと S はつくんですね ここに書いてあるようにすれば必ず正解します。日本ではチップを払う習慣はない。は何て言うでしょう。そこは We にしましょう。We don't tip in Japan と言います。まず、なんと、チップは動詞なんですね。例えば、ウェイターにチップを払いましたかは、Did you tip the waiter? と言います。彼はいつもチップを払わないんです。だったら、He doesn't tip と言います。一番のポイントは、 習慣はないって難しく考えずにこう普段しないと言えばいいんです。賃貸ですかは何て言うでしょう正解は Do you rent? なんです。賃貸する借りるは rent という動詞ですで。目的語はなくてもいいんです。Do you rent? が正解。私は賃貸です。は I rent ですね。 一時的な話だったら I'm renting とか I renting でも大丈夫です例えばお酒を勧められて今日は車なんですって何て言うでしょう Today is a car はダメですよそして I am a car もダメですよ正解は I'm driving です動詞は何なのかを考えることは大事なんですけどここは Drive なんですね今運転中じゃなくても 今日は車です。も進行形にするんですね。車でここまで来て、そして車で帰るという今日,の今日だけの話は一時的な話で進行形なんです。I'm going to drive って未来形にした人も正解です。これから運転して帰るので飲めませんということになるのでそれも正解です。日曜日は出社する予定です。は何でしょう難しく考えずに I'm going to go to work on Sunday. です出社するは go to work 会社に行くですね。予定です。だから当然未来だね。で、いつ、どこは最後なので on Sunday が最後に来ます。日曜日はという日本語だけど Sunday is なんて言わないので注意しましょう。太ってきた、太り始めたは何て言うでしょう。太るは gain weight という動詞を使います。 I'm gaining weight と言います。進行形です。太りつつあるということなんですね。太る途中という感覚なんですね。I gained weight 太ったって過去形で考えた人も正解です。だけど、し始めたとしつつあるというニュアンスは進行形が一番いいですね。今すっぴんですは何でしょうすっぴんという単語は特別にあるわけじゃなくて、I'm not wearing makeup なんですね。 いつもすっぴんですだったら何でしょう ?I don't wear makeup なんですね。簡単ですね。怒られそうは何て言うでしょう怒られるは get in trouble という動詞を使います。正解は I'm going to get in trouble です。思想は seems to かな、looks like かなって考えずに未来のことだから未来形にするとだけ考えるのが正解です。 締め切りに間に合わなさそうはんて言うでしょう ?I'm not going to meet the deadline です。間に合わなさそうはこれからのことだから未来形の否定文なんです。それだけ考えれば正解になるんです。一番自然な英語になるんです。次の問題です。今雨が降ってますは、it's raining ですが、雨が降りそうですは何でしょう これから降るので、It's going to rain と言います。それだけ考えれば大丈夫です。それは、明日は雨だよは何て言うでしょうこれも、It's going to rain と言います。今に降りそうだねも未来肯定明日雨だよも未来肯定だから、同じ英語になります。日本語は違っても、英語は同じでいいんです。校舎は tomorrow をつけた方がいいですけどね。 毎回雨なんだよねって何て言うでしょう毎回は普段のことなので It rains と言います天気の主語は it でしたねそして普段の歌だと s がつくんですね It rains every time が一番いいですねそういうことはよくあるよあるあるは何て言うでしょう正解は It happens なんですそれだけなんですとっても簡単なんですよね よくあることだよという意味になるのは現在形だからなんですねそれでは正解率たった3%の問題いきましょう正解できるかな夕飯はまだ作ってないは何て言うでしょう正解は I didn't make dinner ですまだ作ってないというのはこれまでにしてないということです これまでのことは過去形なんですね。なので、I didn't make dinner と言います。厳密には I haven't made dinner と完了形が一番正しいんですけど、Native はそこで完了形も使ったり過去形も使ったりします。どっちでも正解になります。みんなはよく未来形にして間違えるんですよね。ちょっとあの考え方のロジックミスが起きちゃうんですね。まだ作ってないってことはこれから作るってことだから、 でこれから作りませんという答えを出してしまうんです。例えば、恋人と別れましたかって聞かれて、え私,私たちって別れてないよは、we didn't break up ですね。これまでに別れてない。だから、過去の否定。で、例えば、あお金を下ろしてないは、下ろしてこなかったみたいな意味なので、これも過去の否定なんです。I didn't get money out と言います。 今回は日本語と英語の違いを強調するために日本語のお題を出しましたが本当は日本語からスタートしないことが大事なんですね日本語からスタートするから難しいんですよね英語を楽々話せるようになるためにはとにかくたくさんの内容をこういったテンプレートに当てはめてどんどん発信していくことなんですちょっとやってみましょう次はいろんな動詞を 時制のテンプレートに入れて、文を作ってみましょう。いろんな主語にしたり、いろんな時制を使ったり、肯定否定疑問を使ったり、いろんな内容を作ってみましょう。まずは単独の動詞を使ってみましょう。例えば、I'm going.He didn't come.She left.He pays.He didn't explain.They're drinking.She smokes.I'm gonna walk. I don't drive. they're going to move. He helped. He uses it. I teach English. I didn't bring my wallet We're looking for it. I'm going to buy a car. He's selling his house. She broke the toy. told I told him thattari he told me that I'm gonna show her. She's gonna show them. He emailed me. I didn't email her. We met. He calls every day. It's raining. It's gonna rain. It happens. It's gonna take time. It broke. It didn't sell. He gets up at six. Did you get a haircut? I didn't get money out. He's taking a bath.

この時世のテンプレートはスピーキングマップのほんの一部なんですね。他にもたくさんあるので、こういうトレーニングをやって英語を楽々言えるようになりたい人は、ぜひこのスピーキングマップを使ってみてください。それでは、See you next time!